前進ですわ。なんだこれ。できたわ。やるしかないの。みんな大丈夫かい？やったぞ。攻撃準備よし。
ができたわ。そこよ。僕らの敵じゃないさ。一方その頃タラニスではハンナが謎の少年ジルに自分たちの身柄を解放するよう問い詰めていた。ハンナ以外の子供たちは依然として目覚めておらず、ハンナの声に起きる素振りも見せなかった。お願い、はっ。アンナは悔しさで体を震わせた。アンナも他の子供たちも物理的に拘束されてはいなかったが、何か不思議な力で体の自由を奪われていたのだ。さて、失礼しますわ。あ、準備よし。消え去れ。行くぞ。ドッカン。始めるわね。やっぱ俺たち強いじゃん。よかった。
前進ですわ。いいね。任せて。手伝わせてくださいな。よし。任せて。よし、楽勝さ。ごきげんよう。お元気かしら。ねえ、ごきげんよう。ねえ、ありがとう。許さない。うん。え？あのさ。ああ。そうだね。ね。
ようやく追いついた父の仇を前にして、頭に血を昇らせたバニラを子供たちがそれぞれたしなめた。その言葉で自分が冷静でないことに気づいたバニラは、気持ちを鎮めるように強く宣言した。お父様、行きましょう。やったぜ。バニラが前進して接近中。まもなく戦闘距離に到達。くそ。タラニスから映像を受信。モニターに展開する。よし、お任せあれですわ。
いいぞ。準備ができたわ。やるしかないの。準備よし。止めてみせる。準備オッケー。まだまだ行くぞ。やってみる。いいぞ。任せて。よし。はあ、
に任せろ。やってみる。おしまいです。僕に合わせて。私たちの力を皆さん。心配ないよ。絶対に諦めない。衝撃に備え大ショック体制を維持せよ。タラスクスはソウルキャノンを放つ寸前のタラニスに勢いよく激突した。チャンバー室及びその近くにいる2名の人員を確認した。今ならその2名をここに転送可能だ。なんだ。その場所以外は探知を妨害されているようだ。これ以上探知に時間をかけるとリスクが高くなるだろう。くそ、よし。承知した。座標を固定、転送を開始する。転送が開始された瞬間、タラニスに集まっていたエネルギーが弾けるように霧散した。霧散したエネルギーの粒子はタラスクスに吸収されていく。吸収された光の粒子は次第に大きさの異なる2つの光の塊として集まっていく。2つの光球はメイと同じようにそれぞれ人の形を形作ると徐々に元の姿へと戻り始めた。やったぞ。やったね。やったぜ。え？完全に元の姿に戻った二人はその場にどさりと倒れたが、命に別状はなさそうだった。どうかな。心配しないで。おい、
取り戻した仲間たちが復元したと同時に、タラニスがゆっくりとタラスクスから離れ始めた。あ、転送により現在の残存エネルギーが非常に少ない。追跡速度の移動は不可。通常火器は使用可能だが戦闘は危険だ。くそ。その時突然、離れていくタラニスの覚醒器から聞き覚えのない少年の声が響いた。一方その頃、巨大戦車同士の戦闘を隠れて見守る二人の老人の姿があった。おお、いかにも。そうじゃ。
港にたどり着くと、そこは子供たちで人だかりができていた。なんだこれ。ねえ、よし。ああ。わ。やあ。いいね。さあどうぞ。それではまた。ありがとう。
ねえ。おい。よかった。ソックスとボロンが目覚め、仲間たちをさらに取り戻した子供たちは、安堵の様子を見せていた。その脇では、縄で縛り上げられた二人のベルマン軍の老将校が、忌々しい顔で子供たちを睨み、恨み事をつぶやく。やれやれ。まったく。もう。やれやれ。マルトは元に戻った子供たちの回復を待ち、タラニスで何が起きたのか詳しく聞いてみた。あのですね。うん。そういえば、あのね。確かに。この事件の鍵を握る謎の人物について疑問を抱きつつ、子供たちはタラニス追跡を再開するのであった。子供たちは老将校たちがこの1年の間ガスコで何をしていたのかを尋ねた。そうじゃ。妙な工場の場所を聞くと、それはタラニスが向かっている方角と同じだと気づき、子供たちはその工場を目指すことにした。よし。Hmm.